が、わかるわかる、ボーカルの中心に360度あります。わかるわかるわかります。あーあああ、来た、待ってたやつ。この番組はキャラのスポンサーのセクションだ。よっしゃー、皆さんどうもこんにちは、アイスクリーム講師のデスノイ様本と、はい、ボイスドクターのリーです。はい、今日もよろしくお願いいたしま す、はい、ということでですね、今日も元気にリアクション動画をよしお送り、したいと思っておりまして、はい、最近、うん、割と歌い手さんに着目した動画をいくつか出させていただいてるじゃないですか、はい、マコマスさんとか、みんなね、すごいすごい、あのメイチャーさんとか、もうめちゃくちゃ実力派揃いです、うん、もうすごいんですよ。多少力お化けがいっぱいいるんですけれども、うん、今日もですね、そのうちの一角ご紹介したいなと思ってまして、もう先生にとりあえず、うん、僕がもう知ってる歌い手さん、その実力派の歌い手さんを、教えてくれるんですか？もうそうそうそう、ひたすら教えていくっていう。マジですか？そうっす。嬉しいです。もうそれをおすそ分けしていきたいという。いや、最高です。そのシリーズの一つなんですけど。これじゃあもうみんなもね、そうです。開拓一緒にしていきたいです。いや、ぜひぜひ、皆さんもぜひおすすめとか書いてほしいんですけど、今日は、荒木さん。荒木さん。荒木さん。なるほど、はい。荒木さん、あのひらがなで荒木さんっていうなんですけれども、うん、はい、あのそれこそこの間ご紹介させてもらった、うん、メイちゃんさんとかと、はい、あのユニットとかもやられてるんですよね。へー、アラナルメイっていう、あの3人で、はいはいはい、そう、ナレセさんっていう方と、うん、荒木さんっていう方、メイちゃんさん3人でユニットとかやられたりするんですけれども、うん、この人はまた、はい、なんですかね、メイちゃんさんが、うん、その要はなんだろう、技巧派だったじゃないですか。荒、うん、木さんはハズレ値、ハズレ値、ハズレ値なんですよ。なるほど、ハズレ値なんですよ。標準偏差の脇に、そう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 、そうなんです、ぶっ飛んでる。あ、僕ですね、はい、ぶっ飛んでるアーティストが好きなんです。そうですね、はい、マッドサイエンティストですもんね。そうそう、非常にそうなんです、だから先生大好きだと思うんで、本当にちょっとこれぜひ聞いていただきたいと思っておりますので、はい、あのぜひ荒木さん、あのご存知の方も非常に多いと思いますので、うんうん、ぜひ楽しみにあのご覧いただければと思っております、うん、そんな感じでこのチャンネルでは日々発生関係のお話でありますとか、ボイトレ関係の話とか、今日みたいなリアクション動画とか日々発信しておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。じゃあですね、はい、まあ見ていくのは、うん、こちらなんですね、はい、火花のライブ映像、うん、火花ってあのボーカロイドの曲がありまして、まあすごく昔から有名な名曲の一つなんですけれども、それのまあライブですね。で、荒木さんと言ったら、うん、まあこれかなっていう。へぇ、荒木さんのまあ一つの代名詞になっておりますっていう動画なんですね。まあボカロなわけですね、元々。ボカロです、ボカロです。そうです、そうです、そうです。難易度高そうだな。いやもうね、やばいんだよな。で、この動画以外も、なんならまあそのポテンシャルを発揮しきってるのは他の動画でもあったりするんですが、まあまあまあ、荒木さんと言ったらっていうところで、視聴者の方もたまま、これ一旦納得してもらえるかな。そうですね。まあ今後もっとこう、深掘りしていければと思うんですけど、ちょっとこれ見ていきましょうか。まあロックなナンバーでございます。いきますね。とにかく情報何も知らないんです。そうです、そうです。完全に初見で見てもらえますんでね。はい。でかい会場ですよ。はい。おお、2018か。こういう感じの、もう見た目も、うんうんうん、これまずこのなんていうんですか、この衣装、待ってくださいね、この、こ、いた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 、荒木さんいた、荒木さんいた、荒木さんいた、この荒木さん、こちらの方なんですが、はいはいはい、もうまず、うん、めちゃめちゃ髪色とか、うん、服装とかが、うん、もう完全にロックミュージシャン、ロックスターなんですよ、もう完全に。とりあえず今の最初の煽りも。そうですよ。いや、すげえかっこよかったですよ。そう。歌い手って一生思うんですよ。バンドマンなんじゃないかって。確かに。そうっす。まあ、歌い手さん、歌い手さんなのかって、一生思っちゃう感じ、うん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 。ロックスター来たみたいな。そう。来日したみたいな。いや、そうです、ね。テンションなんです。いや、もうそのつもりで見てます。そう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 、もう、歌い手さんですからね、皆さん、これ。お忘れなくっていう感じ。うん。うわ。うえ。おぉ。この感じですよ。このポジションか。え、これずっと聞いてれば分かるんですよ。この感じですよ、この感じですよ、うん、サビ、
んですよ。すごくないですか？え、でもなんか、ちょっとボカロ感ありますよ。なんかやったそう。はい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 。えっていうか。あ、そうそうそう。えってなる。なんていうのかな。え、機械仕掛けな感じが。なんかね。いや、いや、いろいろこう、なんかこう、難しいところがいっぱいあったんで。そうそうそう。なんかこう人間的、人間臭さが入るところがいっぱいあったのに。そう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 。なんかこう、そつなくこう、そうなんかこう、ね、そう線路の上を電車がさーって走ってる。そう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 。そうですよね。そう。外れ値。全部の曲をこの感じでいくんですよね。いい意味でね。へぇー。すごいんですよ。しかもこの出だしに騙されましたね。あ、そうです。こう、うわーってくるんで、はい、こう、こう、あー、あーはいはいはい、おいみたいな、こう、はいはい、ね、と、くそう、ね、この安定、鉄の柱を見ましたね。そう。なんか、これね、すごいんですよね。まずね、A メロが。うわっ！でもね、でもやっぱちょっとずつこう、ガラったりはしてるんですよ。そう。でも、なんていうのかな、当たる場所が一緒というか。一緒なんですよ。だからこう、こっ、こっ、あ、こっ、ね、そう、そう、そう。多分これ、発声者の感覚としては、ポジション一緒なんじゃないですか。多分こうずっとね、こう波形がこう変わってるだけみたいな、こういう感じだと思うんですよ、イメージ。安定。やってるぜ。これね、なってんだよな。この辺ですよ。あ、信じられます。高いんですよ、これめちゃくちゃ、ね、こうスッとね、そう行くから。荒木さんが歌ってるのを聞くと、うん、これ地声でいけんだみたいな、うん、思うんすけど、あ、高っみたいな、その同じ速度でいきますから、ね、そう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 、今日割とサーっていってますよ。そうそうなんですよ、疾走感があるというか、ね、そうなんだろうな、この無尽蔵な感じだからね、そう唯一無二なんだよな、この声感。サビもここがね、サビ的なんですよ。めっちゃわかる。すげえんだよな。これあれですよ、なんかもう高速であの玉入れをパッパッパッやってるような。すごいんだよな、これ。ずっとそうっす、ずっとそう、なんか止まらない人みたいな、マグロかなみたいな、止まんないのみたいな、すごいっすね、止まんない、最高の感じ。なんかすっごい地声感あるんですけど、なんだろうな、難しいんですよ。なんか、地声なんですけど、重くないんですよね。重いんですけど、重くないんですよ。わかる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 。その、太がるいという、なんか矛盾、矛盾してますよ。本当にそう。これがわかんない。うん、どうやってんのこれみたいな。だから、ある種、パワーは使ってるんでしょうけど、喉は楽なんじゃないかなと思うんですよね。声帯は、そんなにバチッと来てるというか、そうそうそう。もやし気味に、でも、折れてると普通は不安定になるんですよ。そう。ひっくり返ったりするんですけど、ポジションが安定してるから、その声帯の振動のままいけてるんですよ。そうそうそう。なんかね、面白いポジションなんですよ。うんうんうん、このサビの最後のとことかが結構そういうポジションに合ってるんで。なるほどなるほど。わかりやすい。この辺とか。うん。うん。こういう感じ。かっこいい。独特。うんうんうん、この曲にね、合ってんすよね。うん、いい。ああ、うん。いや、すげえな。いや、これすごいっす、ね、これで歌えるのやばくないですか、ノンストップシーン。そうそうそう、ね、なんかこの感じの音域で、ね、うん、このスピードのこの曲を A、B、サビまで歌ったら、普通の男性は屍と化すわけですよ。そうね、生きた屍と化す、本当に。で、2番のもう始まりも、うん、もうバシバシいってるわけですよ、うん、でもブレてない、ブレてないんですよ、鉄の柱がそう、何やってるんですか。すごいね。すごいっすよ。止まる、とどまること知らなすぎる。パワーでずっと。特殊だな。随所でガラッとくるし。うわえ。なるほど。うん、じゃあサビいきます。ここすごいんだよ。すごい。すごい。
すごいっす。これだからなんていうのかな、なんていうのか分かんないっすよね。そのちょっとね、逆転の発想してるっていうか、はいはいはい、その、面白いな、それ。いや、普通は面白いな、そのボーカルって、はいはいはい、その、なんていうかその、うん、楽器に負けないように張りすぎちゃったり、そうですね。その、なんかこう、イコライザーってあるんですけど、はい、そこの、なんか調節して、調整でね、こう抜けるように、そうですね、立つように、攻撃上げたり、ね、いろいろやったり、声帯を合わせたり、そうですね、その呼吸上げたり、いろいろやっちゃうんですけど、はいはいはい、もうブレてないんで、いや、ほんとそう。なんか楽器が、わかるわかる。ボーカルの中心に360度あります、ね。わかるわかるわかります。わかります。めっちゃ溶けてるんですよ。わかります。主人公ですよね。溶けてるんですよ。わかりますよ、ね。わかりますわかります。わかるなぁ。なんだろうな、しなやかっすね、なんか。うんうんうん。強いけど、なんか武器で無知みたい。ああ、そう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 。なんか。なるほどなるほど。こういう感じすいません、ね。その変幻自在っていうか。そう。だけどその、発生者自体には、そう。鉄の塊がある。やばいやばい。ドーン、そう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 。そうですよね。そうっす。でもすっごいしなやかで。なんかその、強い。鉄のこの柱に対して360度、武器がしなり続けてる。そう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 。うんうんうん、誰も近づけねえ、みたいな。王者みたいな。楽器ですよ。いや、そうですよ。いや、マジでそう。鳴ってる。鳴らし尽くしてる。そう。なんか、音源がそこにあるっていう。いや、ほんとそうっすね。うん、とにかく太い、これ。なんかこういう、のってないですね。ないんですよ。ロックないんですよ。新しいんですよ。なんか地声感なんですけど、今までのその地声感じゃないというか、ニューなんですよ、うんうん。そうなんですよ。サビのね。いや、くこの感じ。柔らかいんですよね。これあれだ。はいはい。例えばボーカルのその処理で、はいはい、なんかコンプってあって、あ、頑張ります。コンプかけると、はい、まあ、お待ち整ってかっこいいってあるんですけど、ありますね。これナチュラルポンプコンプが、ああ、ね、わかる。いや、そうっす、ね。同じ音圧で来てるから、うんうん、それを多分その、はい、ナチュラルに生理的にやれるっていうか、そうかそうかそうかそう。その安定感なんだと思う。なるほど、うん、なるほど、うん。調整してんですね。うん、しかもこの大体こういうそのスピード感があるものって、うんうんはい、やっぱりその。出過ぎたりとか、ね、いろいろしていくもので、それを削るんですけど、確かに多分これ結構自分で聞いてます。めっちゃわかります。うん、わ、めっちゃわかります。このサビの頭とか、うんうんうん、こういきそうになってるんですけど、だから押さえてる感じがする。そう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 。そうでしょ？そう。そうなんですよ。めっちゃそう。うん、わーってここで終わってる感じなんですよ。うん、あ、わかった。だから外れ値って言ったのって、今までずっと過去のね、うん、すごい、あ、そうそうそう、やってきましたけど、みんな抜け感がすごいんですよ。あ、そう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 。この、ね、この、そう、バツに関して言うと、うん、支え感ですよ。やばいですよ。ここのね。で、その支えを、全力でぶち破りに行ってんのに、支えるっていう。この、そうですね。なんかもう、攻め騙されるんですよ。そう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 。感じで言うと、こう、こういってんのに、こう、みたいな。なんか、ずっとこう。そうそうそう。ずっとこうやって。そうですよね。って感じ。そっか。そう。だからか、この外れ感が。それをずっと行くみたいな。なるほど。ここのエネルギーのぶつかり合いがやばいから、なんか、すごい。圧倒されるみたいな。鬼にずっと見られてるみたいな。プレッシャーを感じるみたいな。いやー、面白いですね。面白い。こういう。すごいんですよ。なんか謎解けた感じしますね。うん。そう、アキさんのね、ここの感じ。そう。で、こうなんですよ。そう。こう。で、ここを無知で叩く感じ。そう。ペッペッみたいな感じ。ここすんごいんですよ、すんごい。すんごい。でも、ずっと寸止めはされてる。そう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 。だから疲れないんですよ。疲れない。疲れないんですよ。歌い続けられる。続ける。本当にすごい。これやばいんだよな。サビの頭でね、わかりますね、うん、これね最高だな、このね、この感じ、そうそうそうベチベチそうそうそうこの感じがね最高だわ、ね、すごい、次もこの感じ、これ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 この、超人ですよね、これが伝えたかったんですよ、超人なんですよ。このなんか心地いいね、逆に。そう、気持ちいいんですよ。分かってくると。もうなんか、うん、もう、なんか、はい、はいになってる。はいみたいな、こうなんかね。もう、あ、もう好きにしてくれ、みたいな。なるみたいな。気持ちいい殴られ方をしてるって。そう、めっちゃそう。そうなんです。なんかティッシュで殴られてる感じ。本当にそう。あー、そう、ペチ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 。ペチペチみたいな。なるほど。っていう感じなんですよ。わかるわかる。で、これ聞いてもらって、わかると思うんですけど、うん、音域無限なんですよ、この人。なるほどね。全部これなんですよ。なるほど。これで生き続けるんですよ。いけれるんですね。なるほど。だからもう新しい声です、これ。確かに。うん。なるほど、ね。もうなんかニュミックスボイス回みたいな感じ。面白い。うん。
手の響き、すごい、マジでかっこいい、本当にかっこいい。これだから多分PA で言うとマイクの設定はもう荒木さん専用になりますよ ね、 そ う、 すね、多分そうなると思いますよ、うん、その辺も聞きたいな。いや、いいな、うん、変わんないなポジション、来る来る来る、いったけ、いけね、いけね、いけ、静かになってね、あーもういけ、静かになってね、もう待ってるね、そう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 、ずっと待ってる。ダも響き、あーあー来た、待ってたやつ裏切らない、もう欲しがっちゃった、どうしよう、もう20ぐらい待たされましたからね、うん、なんかこれ無限に聞けますね、そうやずっとあ、そう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 、うん、ずっとお腹になんかこうあれっすよね、そうそうそう、なんかこう太らない、なんかそうそうそう、キャベツじゃないっすよ、そうそうそう、同じこと言うんですよ、取り切れ出てくる最初のキャベツです、無限に食える、あれそうそう、これはなんかおかわり罪悪感ないやつ、そう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 、無限に食える無限に食えちゃうみたいな、無限に食べれちゃうやつ、ね、そう、すごい、噛み続けられる、これこの合間で見えるこの響き、うんうんうん、なが特徴的ですよ、な、このな、この、うんうんうん、なんていうんすか、うんうん、ねっちりしてるっていうか、これだからいい意味で狭いんですよ、そうなんですよ、うん、別に狭い広いで広いだけが全てじゃないんです、そうなんですよ、なんかね、喉下げるのがいいわけでもないんで、そうそうそう、はい、これがそのポジションが安定してることが大事で、そうそうそう、このポジションでね、なんか、うん、なんか種類違う稲葉さんみたいな感じです面白い、種類違う稲葉さんみたいな、うん、確かに確かに、すごい素晴らしい男気、そうやってもまあ確かに稲葉さんも外れちゃったから、いやそう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 です、そういう雰囲気、うん、男気ですね、うん、本当にすげえわ、歌えるんですかって話です。まあ、なんかこう笑顔でした。そう、こんね、そんな感じでね。いや、すごい。マジでやばい。これは結構すごいですね。やばい、うん、本当に。うん、この辺ですよ。高いね。この感じ何？いやいやいや。もうやっぱり、あ、やっぱりこれはすごい。ああ、すごいすごいすごい。かっこいい、かっこいいですよ、あ、やば、でもこの顔にも秘密があるわけですよね、なるほど、やっぱり前ね、めいちゃんさんもやってたじゃないですか、あ、そうですね、そうですね、だからこれ安定して歌えることがこの顔の余裕に現れてるわけです、はいはい、本当にそう、だってこれおかしいもん、おかしい、いい意味でね、うんうんうん、おかしい、そう、これラスサビ転調するじゃないですか、うんうんうん、転調してからもちろん今までのサビよりも、まあ、音程が上がるわけですからポジションも上がるわけなんですけど、より高い位置でこのなんか一定な感じ、ちょっとなんかね、わかりやすいですよ、多分この辺かな、いきますよ、この辺から、うん、このここうん、こういうの多分画面では見てないけど、この頭のここでずっといってる感じ、はいはい、ここ壁が効いてるんですよ、ね、そう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 、うん、ここベベベベってここあでここ、うん、あここ楽器が今こうなくなった時にふわって中心の柱が見えましたよ、ね、あそうですね、こうなってたんやそう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 なくなってこう初めてファッファッて、そうですね、へぇ、 ここの最後のすごい、なんか怒涛なんですよ、怒涛、うんうん、ずっと怒涛なんか、うん、すごいね、柱がドーンってあったね、無限に、うん、無限にパンチ打ってくるから、そうすごいっすよねそうそうそう、ラスサビがもうここがもうすごい、ほんと
すごいですね、これね。どうなってんのっていう感じっすね。これも達人芸ですね。達人芸です。すごいすごい。すごいです。いやー、なるほど。すごいです。だから喉の、なんだろうな、喉のダメージというか、はうまいこと逃がしてる感じ。そうですね。うんうん、うん。するんですよね。これは荒木さんにしかできないでしょうね。って思ってんすよ。なんとなく、私が外れ値という表現をしたので、わかりました。よくわかりました。お分かりいただけたと思うんですけれども、はい、また、メイチャーさんとか、ゲロさんとか、うん、とまたちょっとこう違う個性を、ね、ものすごい強烈な武器をお持ちの荒木さんですね。今回リアクション動画させていただきましたということでですね、今回の動画良かったよという方、あと本家様の URL、荒木さんのチャンネルとか、概要欄に貼っておりますので、ぜひチェックよろしくお願いします。あと今回の動画良かったよという方、ぜひ、高評価、あとはチャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いします。あとリクエストとかありましたら、この歌い手さんどうですかとかね、この歌手どうですかとかありましたら、ぜひコメントの方も、いつもチェックしております。ありがとうございますので、ぜひコメントもよろしくお願いしますということで、また歌い手さんをご紹介させてもらいたいと思いますんで。いやー、本当になんか優しい無知でしたね。いや、そうですね。味わい尽くしましたはい。またちょっと荒木さんに関しても、はい、紹介させていただきたいと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。バイバイ。